い、どうも、なおちんです。さあ、今日もワンピースオデッセイやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、フィールドの赤い宝箱、開けたくないですか？でも、あれ、開けるのに、鍵が必要なんですよね。俺も開けたくって、ずっと鍵探してました。で、ようやくね、鍵のありかを発見しちゃったんですよね。それが、サブストーリーです。サブストーリーで入手ができるみたいですね。そのサブストーリーっていうのが、これ！クイズのミスター級3です。報酬は宝箱の鍵となってます。で、この、クイズは連続するクエストで、最初の方からやっていかないと出てきません。まず最初はこれ。サンディ砂漠にあるクイズキッズ級。これをクリアしてください。そうすると次ですね。ウォーターセブンのクイズのレディー級が出ます。で、クリアしましたら次はこれ。マリンフォードのクイズマダム級になりますね。で、それをクリアすると、ようやくドレスローザにあるクイズミスター級っていうのが出てきます。この3番目ですね。で、3番目はクイズじゃなくって、創作クエストみたいな感じですね。で、創作しましたら、いました。ここです。地図を見ますと、このあたりですね。このあたりにいますので、ここに行ってみてください。では、俺もまだやってないので、とりあえず戦闘でしょうね。戦います。多分、激弱だと思うんだけどね、敵自体は。敵自体は超弱いとは思うんだけども、まあまあまあ、とりあえず倒してみましょう。弱っ弱すぎる。そんなもんか。ああ、まあまあまあ、サブクエの敵なんてまあこんなもんでしょうね。終了です。で、これでようやく、鍵が入手できるってことですね。もう結構宝箱探したからね。20個ぐらいあったかな。ようやく開けれるようにこれでなるっていうことかな。はい。あ、このピンクの人たちが、クイズを出してくれるので、わかりやすいよね。フィールドに、このピンクの人たちがいるので、すごいわかりやすい。クリアです。宝箱の鍵、そしてルフィのキューブのかけらですね。出たー、やっとクリアです。では、とりあえず宝箱を開けに行ってみようか。ドレスローザにも、なんか武器屋のところにあったな。まず1個開けてみましょう。確かこの中にあったはず。やっぱりあったね。大体の場所は覚えてるんだよな。では、開けてる！開けてる！あ、でも、まあまあまあ、ぼちぼち使えるアイテムが出たね。あと20個ぐらい多分あると思うので、これはね、かなりいいと思います。はい。ではですね、今日は、宝箱の鍵のありか、やってみました。宝箱の鍵は、メインエピソードではなくて、サブストーリーで入手することができます。そのサブストーリーは、これですね。クイズのミスター級3です。で、入手することができます。このクイズのミスター級を、解放するには、最初からクイズをする必要があって、まずは、サンディ砂漠のキッズ級。そしてその後に、ウォーターセブンのレディー級。その次がマリンフォードのマダム級。それをクリアすると、ようやく、ミスター級ですね。ドレスローザのやつが解放されます。ぜひ、やってみてください。まあ、エピソードの6をクリアした頃か？ドレスローザ編をクリアした時に、いけると思いますので、
多分クリアしてないと無理じゃないかな。まあとりあえずそこはちょっとわかりませんけども、ここで入手できます。ぜひやってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。